どうもこんにちは、まみよしです。 Mac と iPad が学割価格ということで、 Apple のね新学期に向けてのキャンペーンっていうのが始まったので、今回はねこちらの学割で普段の Mac と iPad からいくら安くなるのか、そして価格 .com とかね、ネットでの最安値と比べてどのくらい安いのかっていうのをチェックしていきたいと思います。で、あと最後にはね、さらに安く購入する方法も紹介するので、ぜひ最後まで見てください。ということでやっていきましょう。キャンペーン内容の方を見ていきます。今対象の Mac または iPad を学割で買うと最高 24,000円分のギフトカードがもらえます。金利 0% の分割払いも OK で、 Apple Care Plus も 20% オフで購入することができます。対象製品の方を見ていきましょう。まずは MacBook Air ですね。これ M1 モデルも M2 モデルも対象になってます。続いて MacBook Pro、 これは14インチ16インチ、あと M2 のね13インチのやつも対象になってます。そして iMac、 これ M1 搭載の iMac ですね。こちらも対象と。続いて iPad に関しては iPad Air、 これは M1 搭載のモデルになってます。続いて iPad Pro、 これは M2 チップ搭載の11インチと 12.9 インチ両方とも対象になってます。で、それぞれのね、割引金額はこちらになります。 Mac の場合は一律で Apple ギフトカード24,000円分、 iPad の場合は一律で19,000円分になってます。なので iPad の場合であれば、例えば 12.9 インチの iPad Pro 買うよりも iPad Air の方がね割引率っていうのは高くなります。なので iPad Air とか24インチ iMac、 MacBook Air とかその辺がね結構割引率っていうのは高くなってます。で、このね学割の対象の人に関しては、大学、高専、専門学校の学生、入学許可を得て進学が決定した生徒、なので受験合格してもう入学することが決まった人で、あとは大学の予備校に在籍する学生、小中高大学専門学校の教職員で、そして PTA の役員として活動中、もしくはこれから活動するのが決定した方が学割の対象になります。キャンペーン期間は2023年2月2日から4月10日まで、まあ、新学期始まってもちょっと余裕ありますね。対象店舗に関しては直営店の Apple Store もしくはオンラインストアのみになってます。まず MacBook Air なんですけども、M1 チップ搭載のモデルは 134,800円から学割になることによって 15,000円安くなってます。で、さらにここからギフトカードですね、これが 24,000円分つくので、 95,800円で M1 MacBook Air を購入できる形になります。で、 M1 MacBook Air に関しては今のね最安値に関しては 109,900円、まあ、約11万円なので、 15,000円ぐらいこちらのね学割を使うことで安く購入することができます。ただ実際に支払う金額はね、この価格 .com の DRISE で買った方が1万円ぐらい安いので、まあ、どっちを選ぶかは人それぞれですね。 Apple Store で例えばケースとかアクセサリーを購入したいという方はね、この学割を使って買うのがかなりお得になります。続いて M2 チップの MacBook Air いきます。元々の価格が 164,800円のが学割になることによって 149,800円、まず2万円引きされます。さらにギフトカード 24,000円分つくので、合計 44,000円分ね安くなる形になります。なので実質 125,800円で購入できますね。で、価格 .com の値段が 137,000円なので、 M2 MacBook Air に関しては実質 12,000円分安く購入することができます。結構安いですね。続いて iMac、 元の値段が 174,800円、それが学割になることによって 167,800円、まず学割で 7,000円引きされます。で、そしてさらに 24,000円分のギフトなので 31,000円分安くなる形になります。実質 143,800円で、価格コムの値段が 161,780円なので、まあ約 13,000円分ぐらい Apple Store で購入する方が安くなります。続いて13インチ MacBook Pro 178,800円が学割で 164,800円、 14,000円安くなって、さらに 24,000円のギフトカードなので 38,000円分の値引きがあります。で、実際に価格コムを見ると149,779円、まあ約1万円分ぐらい安い感じですね。続いて14インチ MacBook Pro M2 Pro のやつですね、288,800円から266,800円ということで、学割になることによって22,000円安くなります。さらに24,000円なので46,000円分の値引きがあります。実質242,000円か。で、価格コムが
24万5800円、これ3000円差なので、14インチ MacBook Pro ぐらいだと価格コムで最安値で買った方がいいかもしれないですね。14インチはあんまりお得感ないです。続いて iPad いきましょう。まずは Air から。エアーに関しては元々の最安値が 92,800円からになってます。これ学割使うことによって 92,800円から 84,800円、8,000円オフ、さらに 19,000円分つくので 27,000円分安くなります。でここから 19,000円オフだと 65,800円、これめちゃめちゃ安い気がすんな。価格コム見ると75,000円なので、まあ実質ね1万円分ぐらい安く買える形になります。 iPad Air もね結構狙い目かなと思います。続いて iPad Pro 11インチ、 124,800円が学割で 116,800円、 8,000円引き、さらに 19,000円なので 27,000円引きですね。なので実質 97,800円で購入できます。価格コムが108,000円なので 2,3,000円分ぐらいの差か。なんで iPad Pro に関してはあんまりお得感ないですね、11インチ。じゃあ 12.9 インチもいきますか。まあ、156,800円から 19,000円引きなので 137,800円。 12.9 インチだと 12,000円分ぐらい安くなる形になります。ってことは、まあ、iPad Pro 買うんであれば 12.9、 iPad Air は普通に買いっていう感じですね。続いて安く購入する方法なんですけども、楽天リーベイツ経由で購入します。概要欄のねこの楽天リーベイツ経由で Apple 製品をお得に購入するっていうリンクから飛ぶと、こちらのページに飛びます。特別リンクからね登録することによって最大600円の楽天ポイントをゲットすることができます。アカウント作成してから30日以内で3000円購入しなきゃいけないので、そこだけは注意してください。でここからね楽天 ID でログインします。ログインできました。そしたらね同じサイトに戻って、ステップ1のエントリーのところからエントリーボタンを押しましょう。これで準備は OK で、あとはね下の方に行くとリーベイツおすすめのストアっていうのがあるので、ここのアップルのねアイコンをクリックします。ここから購入することによって、さらにね楽天ポイントを 1% もらうことができます。ただポイント対象外のものもあって、例えば Mac mini M2 とか、まあ今回ね Apple のギフト対象には Mac mini になってないので特にないですね。 Apple Care だけ、対象外になっている感じです、うん、でこのページ行ったらすぐにストアに進むをクリックして、でアップルのページに飛びました。でそしたら最初はね学割のストアになってないと思うので、このまま下の方に行きます。で一番下の方に行くと学生教職員向けストアっていうのがあるので、こちらをクリック。でそうするとね学割のページになって、いろいろとね Mac とか iPad とか出てるので、ここからね順に購入していけば OK になります。でこれバックに追加を押して、バックを確認。そうするとね、キャンペーン適用金額って言って、E メールで送る Apple ギフトカードの 19,000円分とかがついてるのを確認できるので、これで購入してみるとギフトカードがもらえるといった感じになってます。まあね、このキャンペーンに関しては4月10日までやってるので、まあ焦らずにね、自分が欲しいと思ったタイミングで購入してみるのがいいかなと思います。ということで今回は Apple の学割について解説してみました。まあ MacBook Air とか iPad Air とか iPad Pro の 12.9 インチっていうのは結構狙い目になってると思うので、全然買うのはありかなと思います。ただ iPad Air に関しては3月とか4月とかにね M2 搭載したモデルとか出る可能性もあるので、そこだけ注意ですね。ただ M2 になったからといって新しいことができるわけではないので、まあ動画編集とかはちょっと快適になるけど、まあ別に M1 でもいいのかなと思います。そんな感じで以上、バイバイ。